じゃんけんぽん。俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えておいてください。そしたら何かが見えてくるはずです。ほな、いただきます。あらけた画面。1日1回勝負。じゃあまた明日。あらけた画面。よう、貧客庶民サイクリスト。今日は誕生日付きでいきなりステーキ 300g リブロースステーキただ食いマンドリルでウキウキの荒北仮面。そんな荒北仮面を事件が襲う。やばいんじゃない？お分かりいただけただろうか。青信号で横断歩道を渡っていた荒北仮面、猛スピードのハイエースに轢かれそうになってしまう。猛スピードで迫り来るドキンハイエース、なんとパッシングで荒北仮面を威嚇する。あたかもこの荒北仮面が信号無視をしているかのように、猛スピードで迫り来るハイエース、そしてパッシングで威嚇。荒北仮面思わずのけぞる。ドキュンハイエース、やばいんじゃない？危ねえだろ。この荒北仮面も思わずドキュンハイエースに罵声を浴びせ、威嚇ブーメラン、なかなかやるじゃない。つうわけで美味しいステーキ食って嫌なこと忘れちまおう。それじゃあいきなりステーキいっちゃいま、ショータイム。いきなりステーキ錦糸町店到着。ロードバイクを駐輪場に止めて、これから美味しいステーキいただきマンドリル。熱々ジューシーステーキ食べてアリーベデルチ、いいんじゃない？ガーミン大量入荷、メルカリメル。あんたのエリンギだけは許さないから。まさか窃盗レーシングご存知なんですか？きっちりけじめは取らせてもらうわ。俺のエリンギもここまでか。